えー、川越の小さなココア専門店ですね。大田と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速飲んでいきたいと思います。はい。じゃあいただきます。はい。うん。どうぞ、ん、いい温かさす。 今使っているのが甘みとしては黒糖が使われていて、あえー、まあちょっと香り付けにシナモンが入っているんですけど、なので比較的こう飲みやすいように作っていますうん。シナモンって結構お聞きしないというか、初めて聞きましたね、ココアに。そうですね、うん、ココアにシナモンって使わないことはないんですけど、はい、一般的に販売されているミルクココアっていうと、お砂糖の感じとかが強くて、まあどちらかというとイメージ、子供の飲み物みたいな。それをやっぱり払拭して、 したいというか、う大人でもとっても体にいいので、そこを飲んでもらいたいなっていうところで、うんはい、シナモンを使ったり、うん、え甘さを控えたり、はい、あとは濃厚に作ったりっていうのをあの工夫しています。ちなみに体に健康的っておっしゃってたんですけど、はい、どういった部分が健康的なんですか？はい、例えば砂糖の甘み成分でいくと、白い砂糖でいうとグラニュー糖というよりは、こうブラウンシュガーって言われる色がついているお砂糖になっていった方が、うん、体に負荷がかからないので、うん、黒糖を使っているので。 ミネラルが入ってたりとか、うん、白い砂糖とは逆のポジションにいるので、そういったところの工夫が一つあるかなと思います、うんと。ココアっていうのが基本的にまあ食物繊維が豊富だったりとか、カカオポリフェノールっていうのがすごく入っているので、うん、アンチエイジングと美容が同時に垂らされる効果があるので、えー、楽しみながら続けられる飲み物としてとってもおすすめです。うんうん 子供が飲むココアっていうのがイメージが強いかったんで、ん大人のココアで変わるのかなっていうのは感じましたね。あとは飲み方のポイントを一つお伝えしておきたいんですけれども、はいあはい、まあ、当店作っているココアっていうのが、無添加で一つ一つ手作業で作っているっていうのが結構ポイントなんですけど、はい、その分、こう、乳化剤という添加物が入ってないので、 うん、こう牛乳で溶かそうと思ったらココアって結構こう分離したり経験あると思うんですけど、うんうん、あります、あります。こうはやっぱりどうしても出てきてしまうので、はい、もう一つの特徴として、はい、ココアはよく寝ると美味しいって言われているんです、ね。寝ると美味しい。香りとコクが出るんですよ。はい、よくスプーンで混ぜていただいて、寝れば寝るほど美味しくなるので、より時間をかけて、日曜日の朝とかに楽しんでいただきたいなっていうふうに作ってます、うん。なるほど。じゃあちょっとお菓子もギフトセットって形で。はい、こちらがあの川越のセレクトになっているんですね、はいうん。じゃあいただきます。はいどうぞ うん。Mm. 食感も楽しみますね。美味しいです。いちごのカシューナッツなんですけど、川越のバロンさんというところのマッツを使ってまして、食感を楽しみながら、ナッツ自体はすごく体にいいので、ココアとの相性もいいかな。結構、まあ甘めの方だと思うんで、ココアとちょうどいいかなって感じですね。なんか止まんないっすね。そうですね。美味しいですよね。美味しいですはい。ペロランタン。 サクサクで美味しいです。これも甘さ控えめなんですかね。そうですね。アーモンドの食感がダブルで楽しめて。そうなんですよ。うん、これがすごく楽しいですよね。うん、これをちょっとずつ食べながら飲むココアがすごい、ね、いいですね。そうなんですよ。朝のセットとしてはリッチすぎます。<laughs> ちょっとマダムが <laughs>。<laughs> <laughs> 女子会かなんかで,で、ね、遊びいくついでとか、うん、話いくついでにこれ一個なんかみんなでシェアとか、はい、いいと思います、うん、ココアは特にあの秋冬がとってもシーズンとしていいので、うん、ギフトとしてすごくあの、うん、喜ばれるのかなと思ってますベストな組み合わせですじゃあ和三本もいただきますはいうん すごい。舌触りがめちゃめちゃ滑らかで美味しいですね。僕の一押しで。うん。なんか贅沢な味わいですね。手溶けも滑らかなんで、ス、うん、ーッと入り込めますね。みんなが好きなのが集まってるっていうのがうん、うん、すごい良い,いと思います。うん、この色のバランスも良くて、うん、食感も全部違う楽しめるんで、うん、面白いですね。うん。あ、じゃあホットチョコレート、じゃあ大人のココアと違いて、 って分かったりしますか、はい。はい、大人のココアは甘さが控えめで濃厚なのがあの特徴なんですけど、うんはい、ホットチョコレートの方はまあ、名前の通りチョコレートがメインになってくるので、うん、カカオの成分がココアに比べて多くなっています。うん、飲みやすさは追求しているので、はい、えっとお砂糖はきび砂糖を使いながら甘みを少し強めに作らせていただいています。うん、ミルクココアよりは甘くなくて、うん、なんか甘すぎないで、さっぱりしてるくどくない味がありますよね。じゃ、はい、ホットチョコレート。はい 大人のココアが入ってなおかつええと川越セレクトのお菓子が詰まったセットっていう形で。そうです。ありがとうございます。じゃあごちそうさまでした。はい。はい。これを頼んだ方で美味しかったよとか、これこうしてほしいなっていう感想あったら、ぜひコメントとか。D. M. をいただけると、より美味しいのを作れるんで。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございます。